お疲れ様スラットです。今日はですね、こちらの超高回転ドリルミラーやっていきたいと思います。まあ、昨日もね、なんか京介のなんだっけ、もう忘れたんですけど、京介高回転バレルみたいな、はい、まあ、やって、ちょっと高回転おもろいなって、はい、なってます。定期的になるね、高回転にハマる時なんですけども、よろしく。これイアン77ついてたっけ、イアンって。いやでもスタンプ返してこねえってことは偽物か、いや本物か。いやイアンっていうホグクレイクが世界で一番上手い人がいるんですよ。マジでサイトトロフィーとかも8900とかの、その次元です。はい、レベチです。いやーデッキ的には違うか、偽物っぽいけど、プレイ次第では本物かなっていう感じです。はい、いや神器使ってんのか、いやわかんないね。今こう大会とかでやっぱいろんなデッキを触らないといけないから、そういったとこで触ってんのか。いやーさ、高回転ドリル、マジドリルミラーでだけで削っていく、ドリルミラーで頑張って防衛していくって出ていけるんですけども、まあこういう上手い人が来るとちょっと嫌ですね。上手すぎる人かなマジで。よしよし、いやー痛いな、おい入りすぎだな。あ、ゴース使ってくれた、あっつ、これこれめっちゃ熱いよ。いやエリババなんだよ、わやべ、しかも囲めでね、怪しいな、展開が怪しすぎるんだけど。いやマジで高回転ドリルというか、まあ、ドリルミラーを舐めてもらっちゃ困りますね。マジでドリルって同じ場所にこう2個ドンドンって出せるんですけど、いやーマジ入ればやばいっす、パーティーっす。なのでまあエリババメインとか、まあ、ゴーストいない時のドリルドリルが激アツかな。あとはファイスピとかでちまちまして、うわめっちゃ飛ばしてくんね。まあここは2連チャン耐えよう。さあ削ってこう、ファイスピーのダメージが狙いですね。イリババ、お、あれ偽物か、なんか怪しいぞ。うん、いや絶対こんなにねゴースト裂いてこないと思うんだよな普通。わかんない。わかんない。よし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 。いやーなんか勝てそう。え、ちょ待って。皆さんどっちだと思いますか。考えてみてください。これが8900プレイヤーなのかっていうことよ。いや絶対偽モンスターこれ。ゴースト咲かないもん。はい、8900じゃないです。エリババいるからって言っても絶対咲かないと思うんだよな。普通は。さあいいよ、これがめっちゃ強いやつ。ドリルドリル、やべ。まあこのスケルトンの囲みとかがね、ちょっとさっきからいまいちなのも8000プレイヤーなんかってなるかもだけど、よいしょ。え、8000プレイヤーの動きしてない今。なんか高回転だとね、マジでなんとかなるのがねめっちゃ楽しいっすね。だから金額とかできてねえの痛えな。いやめっちゃ咲いてくるやん。何これ。スピ？うん。めっちゃ入ってんの。さあこれは偽物かな。買った臭いっすね。さあドリルドリルで、あとぶっぱして終わりな気もする。まあ、一回イモル。ちょ、穴着衣にビビりました僕は。と見せかけていっちゃう。大丈夫かな俺、心配心配。おい防衛してたらよ、ゴブリンがね戯れてさ買っていく。いやー多分違うっすね、多分どこかね100ドルで違う。そう、まあ、世界一のホグ使いではないですね。はい、最多7000。まあうまかったですけどね、うまかったですけども、まあ、マジアチとかに対してウッドミラーもありますし、高回転大砲ですね。はい、
この頃まあ僕は言ってますけども、対応が強いと。はい、ドリル、ホグ、なんだバルーンとか、いろんな高回転デッキには当たり前に入ってきちゃう大砲くんです。はい、ぶっちゃけ火砲来てもおかしくはないぐらい強いです。はい、まだファイブとか来ちゃうとちょっとやるっすね。これなんかね、ナイトみたいなカードがないんですよこのデッキ。そんなのでこれダークプリとかトリトンみたいな受けがね非常に嫌です。これいやこれさ、対応してきたらマジで熱い。いやこれ、え、ダダやったよね。いくよこれ。これがめっちゃ強いんですよ。やべえ、なんかずれた。仲良しタケノコみたいになっちゃう。これ同じとこに出るんですよ。やべ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 。アドに、いやダクプリいてもこれ。いやこれ本当はもっとねいいダメージ出せます。僕のドリルミラーが下手でした。さあ当たり前に延命してこのタルもやってます。いいんじゃない。まあ、最悪ドリルもマジで防衛ですね。てか結構防衛で使う予定です。ナイトとかアイゴレバルキリーだと思って、はい、ドリルも防衛でゴリゴリ使っていきたいですね。おでき圧着いの受けがないというか、もう、まあ、ドリルがあるか、まあ、ドリルしかないっていうのが正解かな。なので、まあ、圧着いとかも全部ドリルで受けていきたいですね。さあ、まあ、エリー捨てちゃってもいいや。しっかりドリルで、なんか来たらウッドでカバーだけど、いやマジでこれで耐えれるかね。あれ耐えれてな、痛すっき。さあ、であとはまあダークプリーを持ってるんで、まあ僕もう何だろう、甘えてんな。これマジで大砲すらも使わないっていう。いやさすがに使えばいいか。いやなぜか大砲すらも使わないっていう。しかも同じところにドリルを飛ばしていく。別にね横と前とかでもいいんだけど。いやでもやばい。いやマジで、いややば横にメタカードおるんだよ今ねえぐくないですかマジで。意味わかんないぐらい入るでしょ。でもこれがまあドリルミラーの強さというか、ね、ドリルこれもっと強かった時期ありましたからね。ああいいたる、あれちょっと待ってよ、怪しくなってきた。あれちょっと待って、相手の圧着い、あれいやライト圏内ではない。お圏内じゃない、届かない。あれいやマジでダックプリさっき攻めるやつ、でっけー。しゃしゃってます僕。危ないね。いや今の負けてたらマジ恥ずかしかったなガチで危なすぎた、危なすぎた。さすがにね、いやでも負けない、さすがに負けない負けない。ラッキー、危ねー。さあということで、調子乗るとはい、行かれますのでしっかり守りつつね、まあ攻め、思い切って攻めもしなきゃダメージが入らないのでええ感じにやっていこう。危ねー、ダックプリ怖いね。ダックプリゴーストあたりがね。さあこのインドラはまあマザネク来ないでっていうスケ。いやードリル飛ばしたいんですけど、もうちょっと待てばね、ダックプリとかゴーストとかそういうメタカードを使ってくれるんじゃないかっていう思いがあるんですけど、全然使ってくれないっす。めっちゃ形組まれてます。はい、どうしよう。まあ一旦逮捕か。お願いお願い、なんか呪文早めに打ってこよう。おお、なるほどね、なるほどね。これはどんぐらい耐えれるんだじゃあ施設いっぱいあるのはありがてえな。で真ん中の時にいる時に止めてあげて走りたいね君。走らせない、よしよしよし。しかもエリジェイはタワーへのダメージ落ちたので、いやーいいね。しかも木は残ってて、エリジェイは基本ウッドが入ってないぞ。この吹き矢もいる。いやーここ吹き矢の前にスケルトン出せてたら天才になったけど、まあいいや。さあボンちゃんがいるっすね。まあボンバーぐらいなら、ボンバーぐらいならいいか。さあエレジャイミラーだ。エレジャイ加工されて
まあ結構減りましたね。てかもうだいぶ減ったけど、まあゼロじゃない。なんかたまにちらほらいるかなっていう気がしてる。これ今ボンバー咲いてるんで、うちのドリルどうすんのっていう。まあ短期だけど、やっぱ2個いかなきゃね、ダメージも。もっと刺さってくんないっすか。いやでもこれクエックがさ、やべえよな、冷静に。え、撃たないの？ちょっと待って。やばいやばい。いろいろと、戸惑い。よし。左の方がやばいっていう。謎が起きてる。左の方がやばい。なぜ？いやー、許容できそうだな。いやー、でもボンバいるし。さあ、流れはね、別に悪いわけじゃないんですけど、いいわけでもないっすね。赤いって言っちゃった。これ一生帰らせれんな、あのエレジャイ。いや、狙ってないんだよな、やるなって言われてるけど、別に。さあ、暇なんで。いや、いいんじゃない？ファイスピ添えてあげて、ファイスピ削りがええね。で、吹き矢も強いでしょ。さあ、ここ守れるか。おいら、おっおっ、マジで金髪やばい。いや、これドリドリやりたいね、マジ。ボンバーがさ、いや、相手これ強してくんのめっちゃよかったな。いや、マジでいかつしいやついた。ボンバーいるとか関係ねえから、こっちたらゴブリン13。いやー、めっちゃ今応援された。エレジェン間に合わないで。え、てかまたもう一回ドリル回せるわ。でも祈るよ。いや、これ釣れないのだけはやばいから。いやー、相手諦めてますね。諦めてますというか、え、ドリルもう来たん、守れねえよの。さあ、グッドゲーム。いや、これもっといけんな。これドリルドリル、せめて3枚回してドリルドリルよ。1コス3枚で無限か。さあ、ベースボール、野球少年、ウッド、スケ。まあ高回転ですよね。何のデッキでもあんかんな。枯渇オーグクロスドリル、あなたは一体何。お、あー、クロスや。一番嫌だわっていうレベル。さあ、ちょっとこれ序盤から攻めちゃおう。ファイスピまで行って、いやー、吹き矢そっち入っちゃうか。まあ、そのテスラマジでやんばい。いやー、うまいけど、13だから残ったの、でかっ。爆殴ってるよ。いやー、このテスラ邪魔だなー。テスラ邪魔だけど、まあいいか、今回は。さあ、ミラードリルが、世界変えてる。いや、これさ、一生大砲置いとこうかな、始まり。説あるよね。これ、一生大砲ここに置いといてさ、一生攻めないでっていう。先置きプランもあるよね。いや、じゃないときちいよな、クロス。これ届いてる、あれ。あ、届いてね。あいつ何やってんだ。見学大砲がいる。持ってねえの。あ、でかい。ファイスピー、まあ、火力落ちてラバパピーワンパンできないの痛いけど、火力自体はそこそこに高いね、まだ。よし、勝った。1400でしょ。ずっと20回ぐらい。ドゥドゥッ、あー、これやばい、クロスとかぶる。これ守られたらやばいな。守られそうだな。読んでんな。
危ねえ、危ねえよ、やめろよ、やりすぎだよ。さ、ウッドあと4回ぐらい、ウッドの弾落ちたかな。いや、このウッドがあることによって無理やり殴ってく。はい、チートウッド、やめてください。タイムバーで、あれウッドミラーじゃないと落ちないのかな。これでさ、ギリタイブレイクで負けるみたい、やめて。やばい、ウッド早く転がれ、走れ。うわーい、いやマジクロス、クロス僕嫌なんですよ。僕が使うとき基本クロス勝てない仕様なんですよ。そう、まああと今回こういうデッキは特にね、ナイトとかバルキリーと盾がないんで、いやまあ大変ですね。ドリルミラーで削りまくっての逃げ切りです。はい、よし。いや、ドリルミラーやっぱ軽くあるから、まあディガーミラーも刺さると結構強いんですけど、まあドリルミラーはねタワー1本丸々持っていくポテンシャルがあるので、それがまたいい。相手も対応ねドタバタしちゃうっすからね。おお、磨いて上位互換で分からせ。あれ、こんだけしかねえのか。あれ、これ相手もしかしたら捨てか、もしかしたらこれあれかもね、グラッチャレーあげるよっていう、ああ、そういうやつじゃないんだ。なるほど。なんだったんや。さあ、キョスケの、ちょっとマジで大砲置く場所なさすぎて。エッチな大砲。なんでー、おーい、おー、俺がわざわざ、タケノコ生やしてあげたのによ。おい、このタケノコどうすんだよ。ちょっとゴブリンもったいないからアイスピつけちゃう。おお、さ、キョスケクエイクはわかるし、キョスケゴルナイもわかるんですけど、合わさってるのはわからん。キョスケゴルナイクエイクってえぐくね。おお、やべ、なんでちょ、ラーメン、さっきのあそこなら今のそこは行ってよ。キョスケラムミラークエイクか。ちょっと一緒磨いてみようかな、さっきの。かわいいなこいつ、なんかリアクションが素直だね。煽られて、かわいいやつが好きだ。おかわりドリル、さあ、あのラムライダーゴブリンで処理できるんじゃない。さあ、さすがにやばい、あぶねー、今釣れないか思った。さあ、あのラムグレーやろ、待って、やばい、思った以上に受けが少ねえが、さあ来ました、ドリドリジョリジョリ、いってらっしゃい。でこの吹き矢をちょっと延命したいみたいなね。あー、まあ、マジで、キョスケゴリラだけど、いやー、はみ出すぎ、はみ出すぎ、はみ出すぎ、え？キモい、キモい、キモい、キモい。え？ゴブリンドリル、まだ壊れてねえし、やばくね？しかもこれさ、まだドリドリ回ってんの。えぐくね？まあ、ドリドリする必要ないんだけど、もうこうなったら。やばいよね、これ、マジで無限に攻めれるわ。もう一個出てる。はい。いや、これ、さっき3倍タイムぐらい入ったら、ガチ強か？やばいね。オッケー、ボコボコだ。あ、やべ、忘れてた。しっかりね。やんなきゃ。大事、一番大事。オッケー、順調すぎんか。こんな勝てていいものなのかという。まあ、吹き矢大砲、スケ、ウッド、ミラー。まあ、デッキ、なんかカードパワーがあっからな。さすがにか。もうほぼなんかテンプレであってもおかしくないようなね、構成してますからね。うわ、やば、なにこれ、ティフトワーク、どういうこと、まだ俺の知らない領域これ。え、レベチ領域来たこれ、やばいやばいやばい、痛い痛い痛い、なにそれ、どういうこと、ラバホリだね。スケギンがうざいね。一旦両性行ってみようか。あー、戻るな、ラバル。そう、あ、ラバルのヤザップタイプか。ヤザップラバルで暇でしたね、手札が。この人は
え、やば、うま。ちょっとこれザップだれるさ。いやー、しゃーなしか。いや、今のディガーはちょっと普通にエロかったな。あ、これ相手勝ち確ホレイスわ。だってないとこスケドラ、スケドラ無理です。僕スケドラ無理で、あと何も無理だっけ。吹き矢もやだめでしょ。あ、これ無理です。勝てません。絶対勝てません。相手もこれだってラバル組んでキングにディガーやっときゃいい話ですからね。いや、キッチー、まあこれはしょうがないですね。まあ勝つんですけど、当たり前に。おい、何やってんの。ザップギャナメ使わせられるとこなの。あー、いや、うまい。ちゃんと、え、待って、しっかりサラチラバーしてきましたね。いやー、マジかー。これでもなんかワンチャンっていうか全然あるもんじゃないですか。ぶっちゃけだって2-1守ってね。うわ、うまかったなー。これはシンプルに普通にいい、一番正解な立ち回りしてた相手が。いや、悔しいな。しっかり攻めばばからのね。ドリルも無視してきましたね。無視かスケドラで守ってたかぐらいの。いや、ちょっと今のはやられましたね。普通にうまかった。やっぱラバルってね、マジで、まあ型によるんですけど、ヤザップ型はガン虫のゴリラが正解なんでね、勇気いりますから。それも悔しいな。さあ、もう一回おかわりタルーが来たので、まあボムバルとかは、あー、ボーラーバルーンか。さあ、まあバルーン自体はね、別にそんな怖くないですよ。大砲で緊急起動できるんで、そのウシとかね、嫌ですよね、非常に。大砲ドリルもいけるし、ドリルでもいいし、いくらでも守るプランがある。あ、これ緊急起動できたな。大砲をもう一個下にして、もったいない。金起動狙っていこう。しっかりボーラーとライドラっすね。あれは餌だ。うん、ライドラタワー向いちゃうんだ。痛いし、え、待って、痛いし金起動できてねえ。集中。あー、なんだそれ、暇だったんだろうな。さあ、暇ランバー来る。いやー、一応言っとくか、左にボーラー使わせてができた方がいいですね。あー、オッケー。あれやるか。ちょっとボーラーのウッドで近畿道、僕見たことあるんですけど、あんまやれたことがないので。こう、ん、できんな。できんなっつって、やばい。そんな場合じゃない。一発か。え、でもまたアイスピがやばい。凍ってる。隅に出してんのに。あ、マジやばい。大砲ウッドでボーラーをキング起動する技を失敗してしまう。まあ、いいか。1700でしょ。めちゃくちゃ左守ろうとしてくるな。すげえ。いや、金魚できないんだ。さ、ちょっとライドラ、ちょっと待って。いや、マジで勝つよ。でボーラーが来るんで、ドリドリだね。いや、これめっちゃ熱いぞ。しかもファイスピードのダメージまで稼ぐ。いや、これマジ全てがはみ出て、ターゲット、え、ゴブリンなんか1体しか出てこない。なんで。いや、これ多分めっちゃ相性いいんすよね。知らんけど。
やばい、待って、やばい。危ねえ。13のドリルが立ってるわ。じゃライドラーから入ってくんのやだな、相手の。やばい、その引きはもやだな。いやー、おいしい。ツインズ来た。1本しかねえけど、一旦行って1分あるよ。1分あればこのダメージ追いつけるっしょ。あ、次だ。ここドリドリ行きたい。トレーが来る。あ、待って、やばい、めっちゃいい防衛されてる。あー、ちょっと待って、ちょっと待って、これ、あれ難しいぞ、マジで。これはおかしい。今のは絶対勝てます。勝てるけど、あれ、さっきから相手ちゃんとうめえな、マジで。やってるわ、これ。適当に、だってドリル立てとか大砲しっかり延命して、うわぁ、やばい。多分ですけど、今のはめっちゃ噛み合い性だったはずです。俺の1コスに無駄がなければ。さすがにここの連敗は避けたい。やばい、スケで囲むのリベンジしちゃおう。ほい、おい、ゴーストウッドはやなめくるっすね。やなめロイフグっすよ、こんなんも。今日スキミラーのね、環境。ってことは、ゴーストがいい時の、まあ、ドリルがめっちゃ強いね。てか、まあ、ゴーストを使ってほしいね。スキアにやなめが後行かれるっしょ。ピューンって飛んできちゃう。よし、かも、しっかり大砲まで巻き込んでる。やるな。まあ、ここ行かれて次大砲あれが来たら大砲ウッド、大砲もう一回置けていく。ゴースト割いてほしいな。で、2倍タイム入ると多分俺きついから。お、え、俺の声が聞こえてんの。聞こえてたらお金か。これゴリ熱いぞ。いや、ブーもやばい。うわー、ブーやばいな。これスケ使わず大砲で行きましょうか。やばい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 、多いって。あ、でもこれでも1000近く入ってますから、そう考えると悪くはないんだけど。いや、あれはしゃあなしかな。よし、めちゃんこ痛いけどいい許容とも言える。いやー、マジゴースト、いや、まーざね、食うよ。いや、マジでこの連敗痛すぎる。これは普通にゴースト来るけどウッドで弾いて無理やり。あ、一発、いや、一発欲しい。悪くはないんだけどね。いいかって言われるとまたむずいとこ。いや、県内来た。やばい。いや、待ってよ、これあるぞマジ。え、これさ、矢の目回んなかったら俺勝ちやで。てか回んねえよな、もう一枚だ。
いけ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 、殴れ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 、ゴブリン何やってんの、13だろお前、ね、おい、なんでよマジかよ、豚13つ突き入れてなかったらワンチャンあったかな。はい、いやマジこの辺からちょっと勝てねえな、なんか発祥でインドラカンスト、え、ラッキーすぎん。さあということで、わあマジか、ドリル、ドリルね、やりすぎたかな。まあ刺されば強い、刺されば強いはマジで楽しいので、ちょっと皆さんもやってみてください。よければチャンネル登録お願いします。ではお疲れ様でした、またね。